皆様こんにちは。中国研究院横浜水の先生です。季節はですね、もうしっかりになってきてます。もう金沢県に来て6ヶ月目になりましたね。もうあと10日ほどで6月になります。6月になりますので、野外練習会もですね、特にやはり検診機構の呼吸法ですね、これはとても気持ちいいのと、今日ですね、以前は野島公園だったんですが、この海の公園というものをお知らせします。金沢県からですね、シーサイドラインに乗りまして、海の公園というところで起きてもらえればすぐこちらに着きます。こちらで、5月28日日曜日からですね、午後に、練習します。よろしくお願いします。場所を案内しましょう。ここはですね、こういった感じになってます。広いです。はい、こんな感じですね。もうかなり広いです。ですから、直射日光ですね、当たるのは嫌な方は、ああいった松の木の下、これはですね、多分皆さん動画で見るようですね、これでかいんですね。ですからとても涼しく心地いいですね。海水浴シーズンにはやはりビーチパラソルなんかいらないんですね。天然のものの方が一番いいんです。松の木です。これ全部横は松の木、野島公園まで続きます。やはり金沢八景素晴らしいですね。私にとって素晴らしい場所になると思います。では今日はこの周辺を案内しましょう。皆さんもここで、ああ太極拳やってるんだな、検診機構やってるんだな、やってみたいなと思ったらですね、いつでも気軽にいらしてください。で、毎週日曜日の第4週ですね、大体ですね、たまに3週があります。日曜日の午前中、10時半から12時までになります。では行ってみましょう。こんな感じです。ここはずっとサイクリングコースになってます。もうしょっちゅう来ます。これが八景島まで行きます。では、今日はこれから海にご案内しましょう。これはその目の前なんですね。こう松の木を通ります。松の木の中を通って、それとともこう風が気持ちいいですね。こう、コロナウイルスの騒動も終わって全く僕には関係なかったんですが、まあ付き合わされたんですけれども、まあこれもしょうがないなと、世界中でやってるから、まあね、制作の後ろ以降なんですけどね。はい、これ出てきました。今日はですね、平日なんですが、もうあちらの方でニコよくやってる方が結構多いです。私も近いうち、ちょっと風が冷たいかなって感じですね。風が心地よくなったら、こういうと思います。海はね、どんな感じかというとですね、こんな感じです。行ってみましょう。砂浜です。海がとても好きなんですね。新しい活動になったんですが、中国とは縁もつながっているんですが、距離が遠くなります。その中でも僕も日本人です。中国はもう中国が持ってきて、スケった中国がどこかに行ってしまったんですね。なんでそこに行ってることが多いです。もう昔みたいに戻れないんだという方が結構多いですね。とても皆さん富裕層が多くなったんですが、僕はそんなに富裕層になりたいとは思ったことないんですね。タワーマンションとか全然興味ないです。あんな高いところで住んで怖くないのかなと。私は住んでるところですね。4階なんですね。眺めも良くて、風も山からと海の方からと入ってきて、とてもいい場所です。そして、作りがですね、やっぱりなんかリゾートマンションっぽいんですよね。それで私のところもですね、様子が結構大きいところは事務局の部分で、外が見られるような今にして、それで楽しんでますね。はい、でこれが三浦海岸よりこちらの方が近いんですね。ですから毎日もリゾートにいる感じです。横浜東京に出るのも1時間から1時間半あればやります。潮騒のときますか。潮やりきてますね。
の音はいいな。どうぞいらしてください。一緒に楽しみましょう。金沢八景のライフワーク最高です。金沢部もまたいいんですね。正明寺なんかもいいですから、まあ、そういった楽しみをですね、皆さんと一緒にやりたいなと思います。砂浜お、ほら。では皆さんまたよろしくどうぞお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。